かわいいガールジャパン。かわいいガールジャパンとニッキーのコラボレート企画ガールズトーク、パーソナリティのテンチムです。同じくパーソナリティの青木美佐子です。よろしくお願いします。そして今回15回目のゲスト、中川翔子さんです。よろしくお願いします。かわいい、かわいい、ようなようで見惚れてしまいました。今すぐ2人を油絵にしたい。まだ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 よろしくお願いします。よろしくお願いします。では早速なんですけれど、はい、本日 の, あのファッションテーマについてちょっと聞きたくて、はい、今日はなんかどんな感じ。お、そうですね、ファッションテーマ、はい、そういえばもう気がつけば今年デビュー10周年だったんですけれども、はい、あのデビュー10周年ビザジオございます。そしてでもあのコンサートがすごくたくさんあって、春、そしてアジアツアーがあって、ホールツアーがあって、ゼップツアーがあってって、一息ついてやっと一段落したらもう秋を越えて冬ということで、あのもうね、もうテンション高かったの、もう少しもういいだろフリーダムでということで、ちょっとあのいつもと違っておとなしく、はい、そしてやっぱ落ち着くのがしましまだなということで、はい、なんかしましまボーダーを着てる女は 95% モテないっていう本が ありました、ありました。その帯を書かされちゃったんですけど、でも落ち着くんです、ボーダーが、はい、素晴らしいです。マミタズというブランドをやられてると思うんですけど、はい、あの私も2年ぐらい前にファッションショーに実は出させていただいたことがありまして、美しいお方、ありがとうございます。お好きな、ご自分で私服とか着られる好きなファッションってありますか？そうですね、すごくあのずっと昔から好きなテイストって変わらないのかもしれないですね、うん、好きな色も白、黒、ピンク、赤、グレーも好きだし、あの楽ちんでありつつ、うんうん、そしてスタイルが悪いので短足も気にしてるので、絶対パンツ履かないで、絶対ミニスカートですね、ワンピースでありつつ、ちゃんとあの色がおとなしくても形が女の子らしいとか、そういうあのちゃんとおしゃれして外出かけられるんだけど家でゴロゴロもできる楽ちんさを兼ね備えた感じの服が好きで、マミタスで作る服もいつもそういう感じが多いですね。あのコラボレーションもよくさせていただいていて、この秋劇場版の公開に合わせてエヴァンゲリオンコラボやらせていただいて、エヴァンゲリオン の, あのパーカーをファッションショーで着させてもらって、えぇ、ー、そうなんですよ、はい、あのアスカのパーカー、ありがとうございます。もうほんつい最近です、3日4日ぐらい前の、はい、シンガポールに行って、嬉しい、いやもうこちらこそ、こちらこそ、そうなんです、その大好きなエヴァンゲリオンとコラボできたのが、猫とエヴァと、そしてもうなんかあのいろんな大好きなピンクとか赤とか好きなものしかない状況でコラボレーションでビッグバンが起きてしまって脳汁出まくりというか、すごい嬉しかったですね。でもさりげなく着られるエヴァアイテムとか作るのが楽しかったですね。ニットの下からチラッと出てるけどよく見たら初号機が暴走してるとか、すごい注意がかかってるけどめくってみると青空の下初号機が戦ってるみたいな、そのさりげないけれども実はっていう、ちゃんとお出かけしたくなるようなだったり、でもそのやっぱパーカーはあの初号機2号機がいっぱい書いてあるんだけど、あの楽ちんで、ちょっとフラッとコンビニ行くのもよし、ちゃんとブーツとか履いてしっかり装備すれば街にも繰り出せてるみたいな、なんかそうなんですよ、めんどくさがりなんだけどでもちゃんと女の子らしくもしたいっていう、変わんないですね、これからもきっとそうなのかなっていう、いいですね、ありがとうございます。あとあれですね、コスプレとかもお好きなんですよね。あ、好きですね、そうですよね、最近サボり気味なんです、ね、今一番してみたいコスプレとかってなんかあるんですか？そうだな、してみたいコスプレ、あのコスプレの画像で海外の方に、はい、レイヤーさんに存在を知っていただいたりするきっかけがあったりとかして、すごい海を越えていくびっくりな世界なんですね、コスプレって。だから結構あらゆるコスプレさせてもらったんですけど、今したいのはオーダーメイドでジョジョの奇妙な冒険とか男性キャラとかやってみたいですね。でその衣装を持ってイタリアに行きたいなと、コロッセオの前でジョジョたちっていうのがちょっと本格的に貯金して行きたいなと思うんですけど、いつもちょっと友達が少ないんで、ぼっちコスプレをしてるのでよかったらいつか一緒に合わせてやりたいです。ぜひぜひ。かわいいガールジャパン。